おはこんばんちゃです。パパスです。今日は今バラバラにしていってるロードスターさんですね。キーシリンダー類を取り外していこうと思います。でね、この後も何個か流すんですけど、ちょっと画像が違う日に撮ってる日があるんですけど、全部まあだからとりあえずだから、はい、メインの1つ目ハンドルの横についてるやつと、はい、でドアと、ドア、まあ、ドアとかはちょっとアウターハンドルとかは別で見てもらわないかな。なんかトランクは、そのトランクがまあ後ろやな、うんうん、は封印を外さず交換な、外してもええねんけどな、まあ、封印の外し方も綺麗な外し方もやってるけど、まあ、陸運局で再封印はしてください。はい、まあ、とりあえずやっていこうか。はい、やっていってきたいと思います。よいしょ。まあね、あのこれやな、シリンダー、シリンダー、シリンダーが、うん、いつもまあ、はい、この本体ごと、うん、ガバッと外してます。はい、うん、うん、まあ何かだ、まあ、結構海外この本体ごとバチンと直結してるやつがあるから、うん、へえ、うん、やっぱり鍵ない車の方が多いから、うん、そうな、うん、うん、でとりあえずまあはい、一個ははい、うん、うんうんうん、これでいかれへん、いや、いかれへんやつもある。あ、うん、アクセサリーにしたらってやつよね、うん、そうそうそう、ここ、これね、うんうんうん、このチョボです。これは多分、ドリルで持って、はい、また次はこの芯を入れなあかんと、うん、あー、そういうことね、うん、うん、どっちみち、わかんない、うんうんうん、おい、で、こいつ、はい、ここの上、うん、これもポンチ、うん、こういう先の尖ったやつで、はい、で、このネジは皿頼んだら、うん、はい、先に工具が止めるやつがついてるからね、でちょっとここなんかジャリジャリになってる、なってる、でトルク来たら折れるようになってるからね、はい、どうなんや、締めるときは均等に、折れる手前で均等に締めていって最後、はい、両方がこう折れるように、で片側だけ折ってしまうと今度こっち締めた時に反対が緩むから難しいなぁ、まあ、均等に締めてもったよね、はい、でこれな、うん、まずポンチでま、うん、っすぐ叩いて穴を開ける、はい、へこますね、見えるわでへこんだら緩む方にちょっとずらして、今回ったら分かるか、今叩いたところからちょっと向こう行って、でちょっと硬い場合は、はい、こっちが叩かれへんかったら、はい、またもう一回、うんうんうん、同じように、うん、へこまして、はい、そういうことね、うん、あ、回ってる、めっちゃ回ってる、こういう感じね、引っ掛けるところってくるんか、そうそうそう、一発目で、で、あとはこうちょっとこうくるくるくるっと回してもらったら、はい、おお、そういうことか、これ弱いけど、うん、で、はい、反対も一緒で、はい、最初にうん、うん、引っかかりをつける、うん、そうそうそう、へこまして、こういう感じ、引っかかるようになったらで、ちょっと夜なったら、こういうもラジペンでシュッ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 回るから、はい、回った、うん、で、一箇所回り出したら、はい、こっちも緩むから、ああもう上に上げてもらって、で、その前に一個あの大切なことがあったら、はい、配線抜いとくから、どこにあるの、外してから配線抜こうか、OK、うん、軍手とかしてる人は、はい、この叩いたところが引っかかるから、ああ軍手に引っ掛けて、なんか先生が軍手に引っかかるやん、これでちょっと回してもらったら、おここで入れとかなあかんじゃん、うん、いつもなんか言われるやん、軍手とか何入れとく、絶対に、ま、絶対真似をしないようにみたいな危険ですので、この鉄砲が刺さるからな、あーそれでか、ほんまや、もうキラキラしてるやん、そうそうそう、社長
あとでまた痛いでこれ。絶対に真似をしない。だからまあこういう感じ。はい。叩いてへこまして。はい。向こうに叩けるようにするね。はい。うん、ネジでいうなんかへこみを作ってあげるってことやんな。そう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 、へこみっていうかのプラスやったプラスの、ね、だから逆にプラスの外装なんかでプラスのでっかいネジとかあるやん、うんうん、あるね、ああいうのが、うんうん、また舐めて、はいはい、うん、その取られへん時も同じように、はい、ほう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 、容量は一緒ですね、うん、この平らなやつ、はい、とかビスはあの、うん、ここにバイスプレーヤーとか噛めへん、うんうんうん、だから、うんうんうん、そういうことね、うん、ああやって取るんや全部、そうそうそう、うん、でまあ外したらもう下にボコッと、はい、うん、ああ抜けた、はい、これはあのハンドルキーのロックやからね、これか、うん、真ん中のやつ、うんうん、他のシャシだったらここにあの、うん、オートマのシフトでほらエンジン回れへんようにワイヤーとかついてるやつもあるから、で、はい、これの場合はもうカプラー、うん、メイン、簡単これは、うん、この間に、うん、あのアフターフォローターボタイマーみたいなやつとか、うん、あのセキュリティとかはここの間にこう、かまして、うん、知らんかった、ここにかましとったんや、そうそう、エンジンスターターとかあるやん、はい、あれその大体もここにかますから、この間に専用のやつがあって本体、はい、へえ知らんかった、うん、ほう、これはもうこれで、はい、で他の動画はまあはい、うん、今から流すんだけど、うんうん、そうですね、うん、ドアのまあキーシリンダーと外し方とで、まあ、封印、はい、ナンバーを出たトランクのキーシリンダーを外さなあかんから、うん、まあ、外さんで方向やね、うんうん、そうだね、まあ陸運局近いでしょ、はい、行ったらね、うん、封印外してやったら楽やと思う、はい、さきちゃん封印してるとこあるから、うん、それ一緒に見てもらったら面白ければ、いやいや田舎なんかまあこんな感じで、あと、あとですね、ドアのキーシリンダーとトランクのキーシリンダー流していきますので、そちらも一緒に見てください。ほい、お次はキーシリンダーの、まあ、外し方はい、まあ、いろいろそのなんていうの、いろいろですね、うん、うん、で、はい、これはまあ別動画で出してんねんけど、うん、このこっちとこっちでこうなんかね、うん、スプリングみたいな、オーリングじゃないな、なんやろ、見たらすぐ分かる、でも、うん、これを、うん、後ろ側やな、うん、後ろ側、鍵のある方な、はい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 、ない方じゃなくてある方のここに、うん、ちょっと引っ掛けたい、うんうん、な、はあ、そうやって引っ掛けんの、うん、でこいつが引っ掛かれへんようにやったら、うん、そうそうそう、おお抜けた、ここ引っかかってるだけやから、あと引っかかってない、だから全部外したらで、うん、このまま置いといたら、うん、あとパチッと入れる、え、今ので入った、そうそうそう、何のくだり、で入れた時は、うん、ここの元にカチッと引っかけたって、うん、へえ、ここ奥まで入れてカチッとした、あ、ほんまや、ちゃんと溝になってるからね、そう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 、パチッと入るから、だからこれを手前側を浮かして、うん、外したって、うん、まあ、この辺に引っ掛けて、うんうん、溝じゃないとこに引っ掛けてね、で抜いて、やだ、でそのまましといて、うん、交換するときは入れたらパチッて、そういうことね、うん、ありゃー簡単じゃん、これ一緒、うんうん、この運転席とドア側のどれ、まあ一緒一緒一緒ね、助手席側のキーシリンダーの取り方でした、うん、次は、はい、よいしょ、はい、いつも疑問に思ってるのが、うん、まあ、ナンバープレートついてるやん、うん、でこいつを外せへんかったらキーシリンダーが外れへん、バンパー外せへんかったらな、うん、基本的にリアバンパー外そうとかしたらナンバーを外さなあかんっていうルールがあるやん、いつも廃車やからナンバーないからバンパーすんなり外せていくけど、はい、バンパー外すのにまず封印を外さなあかん、そうだね、で、うん、1個そのおぼったがこのキーシリンダーを、はい、これですな、はい、変えるのに、うん、しようと思ったら大変やで、そうやな、こんな感じやんか、うん、なちょっとは浮くねんな、ベコベコくらい、うん、浮くやんか、うん、でまず
このキーシリンダーを、まあ、今ドアのシリンダーのアウターハンドルからの外し方やってるけど、はい、ここあとこれとメインと、メインとでまずこれを外したら、はい、向こうにしか外れるの分かる？うん、そりゃそうやわ。こっちに来えへんや、うん。で、はい、まあ、今ナンバープレートついてる状態です。はい、家庭でね。はい、ここまで上げてきました。届けへんから、この裏側回って、うんうん、ここからここに見えてるの分かる？あ、分かるやん、あれ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 やん、あそこに見えてるやん、あれやん、うん、見えてる、見えてるの。でも引っこ抜かれへん。無理やな。無理やろ。だから、うん、こいつらを、うん、どうしてやろうと。このああまず、はい、リアのホースメントについてるネジなのか。これだからリアバンパー外すときに、うん、これ切るんちゃう。これこれってあのキュッキュしてるやつやな。そうそうそう。これはまあ回ってちょっと隙間ができたら、はい、この隙間にこれぐちぐちっと抜いた方が、はい、早い。そう、つけれんねんな、うん、抜いてもね。はい、ああ、浮いた、うん、もうちょいやな、もうちょい欲しいな。横側からいく感じ。これはもうこれです。プラス8ミリかプラス、うん、ここのカバーはフェンダーライナーでやってるから、はい、こいつはちょっと下に下ろしてもらって、ここにちょっと引っかかる。ちょっと、あ、かかるわ。あ、ほんまや、ちょぼって出てる。そこに引っ掛けてくださいね。下ろしてきました。こいつはもう、ここに玉があるから、うん、うんうん、ボンと抜くだけ。あ、だからちょっとこう、はい、浮き、まあ、まあ余裕でいくわ。こういうとこ外さんで、はい、まず上とかテールとかまあ外せへん状態で、はい、これで結構浮いた。うんうんうん、余裕ができましたね。ただまた一つ、はい、やっぱりちょっと無理あかんかなと思うのが、ナンバーはついたままやから、うん、はい、そうですね。ちょっとナンバーがこう、ね、まあ、これぐらいはしなると思うで、うん、ただここのネジは外されない。ナンバーあるからね。だからこの状態で絶対外さない、はい、絶対外さなかんね、うん、絶対外さなかんね。はい、そうそう、さっきの位置に戻ってきて、これがちょっとくっついてるから、うん、いけるかな。かわしてかわして、お、あー、いけたいけたいけたこれで、まあ、はい、バンパーを外さず、封印を外さず、はい、キーシリンダー交換できる。おー、だから外すこの向きだけ、はい、はい、止めてからだとまだ難儀やからね。うんうん、そういうことね。だ先に、まあ、回るかもからな、くるっと、うん、回るかな、ここ入ってもうたら、これを入れて、とりあえず入れといて、入れるやろ。くるっとこう回るかも。あ、そういうことね。入れんかったら回れへんで、こっちかこっちかやと思うけど、入れたら回るから、まあそれは向きは後で変える。そういうことね、うん、みんな見終わったかな、ね、こんな感じで全部見てくれたかな。ありがとう、ここまで見てくれて、うん、今日こんな感じですね。キーシリンダー、キーシリンダーあるって言っていいかな、うん、まあ、まとめて、グローボックスと、はい、コンソールにもあんねんけど、それはあの簡単すぎて説明やめとくわ。 OK、 うん、まあ基本的にね難しい、まあ、一番裏にあのビスで止まってるから、あ、簡単に外れるから、あ、うん、ビスで出るのか、うん、簡単に外れるのでよかったら皆さん作業の参考にしてください。お願いします。ではいいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。